どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル、質問答えていくんですけど、まあ、まずはちょっと WBC じゃないですかはい。野球ですね。すごかった。<laughs> はい、あの、まあ、圧倒的サッカー派の僕なんですけど、はい、もう、絶対にサッカーの方が好きなんですけど、まあ、かなりね、パープロ君をやり込んでた、まあ、過去、プロ野球スピリッツとか、 パワープロとか。まあ、結構ね、野球のゲームを僕、ちょこちょこ通ってきてるんで。特にパワープロくんはもう、サクセスで何人プロ野球選手作ったかなってぐらいやり込んできたので、結構ね、野球選手とか知ってるんですよ。そう。で、まあ、1次ラウンドからね。まあ、結構ちょこちょこ見てて。まあ、WBC は面白そうだなと。まあ、ただ相手がね、1次ラウンドは、 そんなに相手強くないから、まあまあまあっていう感じで見てたんだけどさ。まあやっぱ、準々決勝ぐらいから、まあちょっとね気持ち強くなって。で、さらに、準決勝。まあ相手のピッチャーがね、大谷くんと同じチームメイトの。まあなかなかすごかったじゃないですか。左利きのね、そう、全然打てなくってさ、日本も。で、いきなり、佐々木朗希くんが、スリーランかなんか打たれたでしょ。そう、もう見入っちゃってて、それぐらいの時。面白くて。 わこんな日本が負けて点数取れない。で、もう後半に差し掛かってて、これどうすんのかなと思ってたら、まあ、まさかのね、あそっから、まあ、最後の最後打てなかった、まあ、村上くんがね、センター前に、あの、フェンス直撃みたいなの打ってて、いやー、あれすげえなと思って、ちょっと熱くなってたし、で、さらに、まあ、さらに、決勝ですね、先日。まあ、アメリカと、 うん、ああ、なんかほんとドラマというかね、スポーツの、なんか凄さみたいなのを感じて、いや、野球、まあ大谷君のあのー、まあなんていうかな、メンタリティというかさ、あんなところとか。そう、やっぱさ、スポーツ、サッカーをね、本気でやってたから、なんか、結構、まあプレーとかそういうのも重要なんだけど、なんかその時の表情とかさ、なんか見ちゃうのよ。もうだから村上君とかさ、一次ラウンドの時、もベンチ戻っても、なんかこう、ムスッとした顔。 してて、巨人の岡本とかは、まあもともと静かな感じだからさ、ああいうクールな顔してるけどさ、村上くんはなんか、不機嫌というかうまくいってない顔してて、まあどうせ打てねえだろうなってずっと思ってたんだけど、やっぱちょこちょこヒット出るようにね、なってきてからさ、ようやく一本出てとか、で、えっと、メキシコ戦もずっとダメだったけど、そんな表情悪くなくて結局打ったし、で、決勝なんか明らかに顔つき違ってたし、なんかそういうのずっと見てたんだけど、 いや、なんかほんとやっぱ、なんかこうトップアスリートというかね、んすげえいいなと思って、すげえかっこいいなと思って、思わず、すごい見てたんですけど。いやー、野球ね、まあ今年は野球、そしてこの後がバスケですか沖縄でワールドカップみたいなのがあって。で、その後ラグビーもあるんだよね。いや、本当に、ちょっとね、サッカーファンというか、サッカーやってた身からすると、サッカー人気だいぶ厳しいだろうな。 って思うくらい、おそらく今年終わったぐらいには、まあ、野球。まあ多分、ラグビーも結構熱くなりそうだし、ラグビー。で、まあね、日本代表も今、バスケもね、まあ女子はかなり強いけど、まああのー、男子ねあ、もう、八村瑠偉くんとかさ、まあいろんなのいるからさ、すごいのが、多分そこそこいい試合してくれそうです。なんかこの辺が盛り上がりそうで、サッカーそんなでもねえんじゃねえかとか、ちょっと寂しい思いもあるんだけど、まあ、すごかったですね。 うーん、まあ、なんかテレビの視聴率も、あの時間なのに45%とか、8時からライブでやってて45、45%って、多分サッカーだったら1.20とか、くらいだと思うんで、やっぱなんか国民的スポーツというかね、日本は野球大国だなと、あの、本田圭佑さんもつぶやいてましたけどね、ツイートでね、野球は日本がせ野球大国で、まあ、サッカーも続くみたいな、こう、続きたいみたいなの書いてたけど、まあ、なんかそれをまさに感じて、 いや、すごかったですね。はい。っていうところです。はい。まあ、皆さんは見たと思いますので。のまあ、ぜひね、もし、感想とか。まあ、野球やってた人もちょこちょこいるのかなどうしてもね、服好きってすごいサッカー好きが、まあ、多いなっていう印象だったんですけど。はい。じゃあ、そんなところで。次行きますか、質問。えー、バンド T に合うパンツを一生探してます。K、さんの青をください。うーん、バンド T に合う。パンツ。 難しいね。バンド T ってね、そう。まあ、結構ほんと難しいアイテムで、単体で見ると、なんかこう、ものすごくさ、味があるというかさ、こう、魅力があるのよ。僕も古着屋さんとか、そう、あの、ちょっと休み取ってた時とかに、結構いろんな古着屋さん回ったりとか、ちょこちょこ、まあ、してたんだけど、まあ、見ててさ、まあ、バンド T シャツって、やっぱいいものはものすごくいいというか、 うん、まあこれもね、シューズの8万じゃないけど、まあ僕、シューズ大体まあ7、8万からじゃないですか、革靴は。まあそのいい革靴を買おうと思ったら、それくらいじゃないみたいな話をよくしてるけど。まあ結局バンド T もね、やっぱ1万5千とか、ぐらいは、やっぱある程度超えてこないと。まあ、だ1万2、3、4千ぐらいとかは超えてこないと。 やっぱちょっと差があるというかね。ま、6、7000円とかで、ま、バンド T 自体はあるんだけど、ま、それとじゃあ2万5000円のバンド T 比べると、いや、やっぱこっちいいな、みたいな。そう結構ね、そういうのを、あの、見てるのすごい面白かったんだ。普段あんまりそんなにいかないから、そう、面白かったんだけど、ま、パンツ音と難しいんだよ。あ例えばクリーニスラックスとかさ、そう、そういうの持ってきちゃうと、コントラストがありすぎて、バンド T を入れてる意味があんまりないんだよね。例えば、 ま、セットアップで、あの、ま、黒のセットアップとか着て、中にバンドって、ま、タックインするにしろ、ま、ダラダラ出してるにしろ、ま、ちょっとこう、中ルーズな感じで、例えば足元、んー、ま、定番かもしんないけど、白のコンバースとか、ちょっとま、ダメージとか汚れてるようなやつとかで、ま、セットアップ外しつつとかだったら、 まあイメージできるじゃん。まあイメージできるなっていうのは思うんだけど、そう、これからの季節ってそのテーラードをね、上羽織んなくなるじゃあもう一枚になるじゃん、バンド T が。そうなるとスラックスとのコントラストがちょっとありすぎて、はまんないなと思ったり、じゃあ例えば古着で言うからって、古着のじゃあ、パンツ、なんかスラックスとか、まあミリタリーとかドレスパンツとかさ、まあああいうのでもいいけど、 まあ、あいうの持ってきても、なんかバンド TT 意外とハマんないんだよね。で、今、やっぱり一番ハマるのが、まあ、ちょっとダメージあるデニムだと思うんよ。これはもう細くても太くても、まあ、とにかくハマるというか、やっぱちょっとデニムのベースに、まあ、加工して、例えばアンダーカバーとかで昔出てたような、ちょっとこう、パッチついてるとか、まあ、ボロボロしてるんだけど、ダメージ入ってるんだけど、で、スキニー目なんだけど、ちょっとこう、パッチとかついてて、まあ、なんかちょっとアーカイブ的なタッチあるパンツとか、 なんか、あとはまあ、太くても、まあ、ちょっとこう、ダメージ入ってるとかを、ちょっとこう、なんていうかな、まあ、汚れたとか、ダメージとかを拾ったようなデニムで合わせるのが、まあ、僕は一番ちょうどいいんだろうな、っていうのは、まず思う。まあ、これはでも皆さんやってると思うけど、まあ、ちょっとこう、パンクなテイストでいくにしろ、まあ、黒のスキニーとかさ、細めの黒のダメージとかでいくじゃん。 でしょ例えばサンローランの、まあ、あの、昔のね、チェーンついてさ、デニム、クラッシュデニムとか、まあ、ああいうのとかはバチバチにこう決めても、まあ、バンド T でも相性いいんだろうなとか、まあ、結構思うし、まあ、だから、あとは逆にその、まあ、レザーシューズでクリーンに、程よくクリーンにだったらもうショーツかなっていうのは、思う。やっぱ T シャツ、まあ、バンド T もものによるけど、まあ、ある程度ざっくりしたものを、 ま、買うでしょちょっとこう、ゆるい。まあ、薄、生地薄くてもゆったりしてたりとか、まあ、割とこう、だらっとしたサイズ感で買うと思うから、まあ、そこに割とクリーンな、あの、まあ、黒のショーツとか入れて、例えば僕だったらハイソックスでレーザーシューズとかでやっちゃうけど、まあ、あのあたりは相性いいんだろうなっていうのは、まあ、もう T シャツ結構ゆるいね、オーバーサイズの T シャツとかとショーツってものすごく相性いいと僕は思ってるから、まあ、自分のいつものレーザーシューズとかそういうの持ってくるんだったら、まあ、ショーツかなっていう、 ところ。黒のね、ワイドとかで合わせてもいいんだけど、黒のワイドだったらその黒拾って真っ黒ぐらいの方が、なんかワイドの良さが出るのよ。黒の中でっていう。で、バンド T の黒って真っ黒だけど、まあ、ちょっとやっぱ、まあ擦れてたりとか、まあ、色味がちょっと違うじゃん。まあグレーっぽいチャコールっぽいのとかもあったりするけど、まあそれとワイドだと、またちょっと違う。もちろんデザインにはよるんだけど、まあショーツか、まあデニムかっていうところ。 なんで例えばデニムだったらこうドッキングされてたりダメージだったりなんかいろいろパッチ刺繍ついてたりとかペイントで汚れてたりとかそういうのを雑にちょっと持ってくるぐらいがまあ一番テンションとしてはちょうどいいんだろうけど まあなんか僕は自分のテイストとかで行くんだったら、まあショーツで行くかなと思って、まあ結構探したんだよ僕も。バンド T シャツというか、グラフィックの T シャツ。そう、でもなんかね、やっぱり一個に決めきれないんだよね。本当買うの難しいというか、よくこれバンド T ってサクッと買えるなと思うぐらい、ピンとドンピシャがないのよ。なんかどっか妥協してんの、こう。これ悪くはないけど。うん、あうん、みたいな感じで、ドンピシャがなくってなかなか。 そう、難しいなと思ったんだけどまあ、そんな感じかな。うん。っていうところです。ね。まあ、インナーで使うんだったらいろいろと思うけど、上のブルーゾーンの着方とかも、だから、ちょっとしか見せないとか、うん、タックインしてとか、まあ、いろいろできると思うんだけど、ね、やっぱ夏の一枚 T シャツってなると、ショーツとか、やっぱデニム、まあ、特にダメージ入ったデニムとかがいいんかなっていうのは、 僕は思いますね。はい。次、日本のブランドは素材や縫製、生産背景にこだわったシンプルなブランドが多い印象ですが、K さんはそのようなブランドや服に魅力を感じますかお感じますよ。うん、あの、まあ、特にその、客観的に見てっていう感じかな。うん、まあ、いわゆる日本のその文化とか、伝統とか、まあ、技術とかいろんなものをこう取り入れてる、まあ、シンプルな、例えば T シャツとか、まあ、スラックスとかなんでもいいけど、シャツとか。 そういうのを見てると、ああ、こういうの面白いなとか、ああ、このテイスト入れてるんだとか、このブランドってこういうことやってるんだみたいに、まあ魅力に感じるし、もちろんそれはあるんだけど、ただ、ポイントとしては客観的にっていうところ。で、まあ自分が着るか着ないかっていうその主観的な話になってくると、まあ僕は特にこの質問で言われてるシンプルなっていう風になってくると、 まあ、例えば、だからさっき言った T シャツとか、まあシンプルなね、シンプルな T シャツ、シンプルなパンツとか、そういうのになってくると、やっぱりラグジュアリーのクオリティが高いなっていうのは、まあどうしても思ってしまう部分があるので、僕はそういうのに近いブランドから選んじゃってるっていうのは、まあ正直あるね。なんかまあ、これね、難しいとこ、その、まあブランドいわゆる海外ブランド、ラグジュアリーとか、ハイブランドっていうのに、お前囚われてるんだろって言われてしまえば、 まあそれに近いものなのかもしれないけど、まあ自分の中でもういいという、その、何ていうかな、信頼感とかそういうのに近いのかもしれないけど、もうそういうものが絶対的に僕はそっちにあるから、いわゆるラグジュアリーとかハイブランドって呼ばれる方にね、絶対的に僕はそっちに信頼を置いてるから、 じゃあ、無地の T シャツ探すってなった時に、日本のブランドから探しますかってなると、まあ僕は探さないっていう。だから、魅力を感じてる感じてないんじゃなくて、最初からなかなか選択肢に正直ないことはある。ただ、逆にこれが日本の文化とか、それが出てて、まあ独特なブランドだとする。まあアイテムだとする。 まあそっちだと、まあ自分がそういうのを鍛えテンションだったらそれを魅力に感じて買うっていうことはもちろんあると思うし、まあ過去にも今まで、まあドメブラもなんだかんだ、まあ特に服好きになって、最初ちょこちょこブランド買い出してみたいな時って、まあちょこちょこ僕が買ってたから、前も動画とかでサブで言ってるけど、例えばドレスドアンドレスドとか、まあアンリアリージもこんなに有名になる前にアンリアリージ買ってたりとか、まあ結構ね、ちょこちょこまあサリバンとかもそうだし、着てたりしたんだけど、そういうので買った経験もあるから、 魅力は感じるんだけど、まあ、やっぱそのシンプルなものってなってくると、まあ、結構僕ラグジュアリーの入りって割とそのシンプルなニットとか、シンプルなスラックスとか、まあ、そうのから入っちゃったから、なんかそこの良さをちょっと自分なりにすごく感じちゃってて、まあ、なかなかちょっとこう選択肢に、そういう時にシンプルな日本のブランドとか、こうアイテムが入ってくることっていうのは、 あんまりないかな。例えばダブレットとかも、その質を求めてダブレットを買うかっていうと、そうじゃないやっぱシンプルな服ってさ、カッティングとか、まあ、そもそもの素材のクオリティとか、そういうところになってくる。じゃん。シンプルなものって。これがデザイン性だったら別なんだけど、ダブレットの場合は、その校舎のデザイン性っていうところを求めて、カーディガンとか見たりすると面白いし、あのグレーのね、フーディーって書いてあるやつも、あのなんかこうメッシュの加工というか、まあ、実際に手に触ったりするとさ、まあ、透け感もあるし、薄いんだけど、 しっかりこう破れないような、あの作りとか、ああ、これ成功に作られてるなとか、例えば MASU のあのスカジャンというかさ、あの脇の下が穴開いてるやつとか、まあありますよね。まああいうのとかも実際に手に取ってみると、あ面白いなとか、ああ、いいなこれな、スカジャンか、最近着てないしなとか、思ったりするから、ああいうの魅力感じたりとかするんだけど、でもシンプルなものになると、やっぱちょっと話が別になるというか、っていうのはやっぱちょっと難しさかな、そこは。 うん。だからこれが日本のブランドは、そういった生産背景とかにこだわったブランドが多いですが、日本のブランドに興味ありますかとか、ドメブラに興味ありますかって言われたらあるんだけど、そう。シンプルなって言われちゃうと、シンプルの場合はちょっと僕はそっちで探さないかな。っていうのは、まああるかな。うーん。正直ね。そう。僕はあんまりそのセレクトあんまりグロ色ぐるぐる回るって、特にドメスティックを、その中心で扱ってるところをぐるぐる回るってことが、まあ僕はですよ。あんまりない。 から、まあ言ってもまあそういったね、ハイブランドとかそういうのを扱ってるところにセレクトちょんちょん行くか、まああと基本的にそういうラグジャリーの路面とかそういうエリアを見て、僕は終わりなことが多いから。逆に海外通ーとか見てると、まああの、海外の通ーだからさ、どうしてもドメブラは逆に高くなってるんだけど、逆にエッセンスとかで、あ、ダブレットいいな、とか <laughs> そうそう <laughs>、そういう方が逆に多かったりするから、 ま、出会いというかね、ああいう良さを感じればもちろんいいと思うけど、そう、なかなか調べたり探したりするときには出てこないかなっていうのは、シンプルな場合はね、あるかな。はい。そんな感じ。じゃあ今日こんなところでいいですかちょっと質問少ないんですけど、あの、WBC が面白かったということで、こんなところで以上にしていきます。